日本で一番大きな市町村は高山市で、その面積は2178平方キロメートルと、大阪府や香川県など一部の都道府県よりも大きいことが知られています。そんな市町村の面積を見ながら思いついたのがこの説、その名も面積500平方キロメートル以上の市町村各47都道府県に最低1つは存在する説。最初は1000平方キロメートル以上にしてたのですが、それだと29市町しかないので500平方キロメートル以上にしました。それでは行ってみましょう。これじゃああまりにもつまらないので、面積300平方キロメートル以上の自治体をかとすると、面積300平方キロメートル以上の自治体をかとすると、面積300平方キロメートル以上の自治体をかとすると
これじゃああまりにもつまらないので、特別区をまとめて OK にすると、ちなみに東京23区以外で最も大きな市町村は奥多摩町の226平方キロメートルです。面積300平方キロメートル以上の自治体を加とすると、面積300平方キロメートル以上の自治体を加とすると、諦めます。ちなみに大阪府で最も大きな市町村は大阪市の225平方キロメートルです。
面積300平方キロメートル以上の自治体を下とすると、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 結論、東京と大阪は小せえ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、SNS のフォローよろしくお願いいたします。